大学受験の、コメントをいただいたので、それについて話したいと思います。大学に何のために行くのか、それを、考えてください。行く目的考えてください。これは別に大学受験に限りません。自分が何のためにこれをするのか、その目的を考えなければ意味がないんです。大学受験、して、希望の大学に行っても、それはゴールじゃないんです。それは手段に過ぎないんです。目的と手段ちゃんと考えてください。自分はこういう目的がある、そのために大学受験をして大学合格する。なので大学に行って何をしたいのか、お医者さんになるために、資格を取る、学校の先生になるために資格を取る、そういうこととか、他にも、大学行って人脈を作る、コネを作る、そのために、大学に行きますと、そういった、目標目的を持って大学に行かなければ、この大学の4年間が無駄になります。この18歳から22歳って体も頭も一番新鮮な時期だと思うんですね。この貴重な4年間っていう時間を無駄にするのか、それとも恵みの時間にするのかで、今後の人生劇的に違います。天と地との差があります。なのでなんとなくね、親が言うから大学行くとか、みんなが行くから大学行くとか、それだと本当に無駄になります。もったいないです。4年間本当に貴重な時間です。何のために行くのか、何のために進学するのか、それを考えて意識して行ってください。でなかったら大学行っても無駄です。だったら働いて社会に出た方が、学びの時間になります。なぜかっていうと、大学はもう自分でね、行くだけです。なぜかっていうと、もうお父さんお母さんがお金払ってくれるじゃん、基本的には。もしかしたら自分で払う人もいるかもしれないけど、お金払ってくれるから、大学、あんまりね、厳しいこと言わないです。厳しいこと言ってね、機嫌悪くしてもらったら困るから、4年間、大学来てもらってお金払ってもらえればそれでいいんだから。大学なんて本当だよ、お金のために君たち来てきてやってるんだから。お金のため。もう本当にね、現実的な話すると、君がどうこうなろうか関係ないんだから。大学の運営としたらね。もちろん、君がね、なんか学びの時間になって成長してくれるっていう前提はあるけれども、究極的な話すると、君からお金をね、もらえればそれでいいんだから。でも、社会に出るって違うんですよ。君からお金を もらえばいいじゃないんですよ。君にお金を与えなきゃいけない、ね、だからその分働いてもらわなきゃいけないから、社会人は厳しいこと言われる。仕事でね、いやもっとこうしなきゃダメだ、ああしなきゃダメだ、ね、で学びの時間になるわけですよ。自然に、就職するだけで。だって、頑張ってもらわなかったら、ね、損するわけだから、会社としては。だから、厳しいこと言ってお金を払う。でその代わりあなたは成長する。その4年間と、ただただ、お金払い続けてよくわかんないけど大学4年間行く。もう天と地の差が出るんですよ。なので、別に大学行くことが、一つの正解、ゴールではないですし、自分にとって必要な選択をしてください。大学進学するのか、それとも就職するのか、起業するのか。大学行けば、将来安泰っていうことじゃないです。何のために大学行くのかを考えて、進学してみてください。そうしないとこの4年間無駄になります。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。 YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして美容に興味のある方、僕の友達紹介で初めて湘南美容クリニックに行かれると、僕にも5000円、あなたにも5000円分のポイントがもらえます。説明欄に僕の情報が載っていますので、それを伝えて行ってみてください。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら愛してるぜ。